デンスケスイカデンスケスイカは、北海道上川郡東馬町で生産、出荷されるスイカである。北海道を代表するスイカでもある。名称、デンスケの由来は、1960年代から70年代に、かけ、テレビで人気だった、浅草の喜劇俳優、大宮俊光が演じたキャラクター、大宮デンスケの、ハゲズラの頭と、水田の添削が始まる時代でもあり、 他を助けるの二つの由来がある。札幌市中央卸売市場に出荷されたスイカは、初競りで、毎年、高額で取引される。過去最高額は一玉65万円であり、2007年に、丸川旭川製菓卸売市場で、取引された。この札幌中央卸売市場で60万円で、落札されたスイカは、東京の百貨店、伊勢丹で、 検討販売された。同百貨店は過去何度も落札している。毎年、夕張メロン、ライデンスイカなどと共にメディアに取り上げられ、北海道民に初夏の風物詩として認知される。出荷期間は7月より8月まで。果皮は暗緑色で縞模様がない。果汁は約6から 8kg で大玉サイズ。果肉は赤肉で糖度が高い。 贈答品としての知名度も高く、全国各地に出荷される。ありがとうございます。